レコードプラントスタジオはゲイリー・ケルグレンとクリス・ストーンによって設立運営されていた録音スタジオである。レコードプラントは1968年に最初のスタジオニューヨークのウエスト44番街321に翌年2軒目のスタジオをロサンゼルスにそして1972年に3軒目をカリフォルニア州サウサリートに構えた。しかし 1980年代にニューヨークとサウサリートのスタジオの経営者が変わったため、最終的に残ったロサンゼルスのスタジオがメインスタジオとなった。なお、ロサンゼルスとサウサリートのスタジオは現在別々の経営の下で運営されており、ニューヨークのスタジオはすでに閉鎖となっている。ロサンゼルスのスタジオはザ・レコード・プラント、サウサリートのスタジオはザ・プラントの名でも知られている。 レコードプラントが大きな成功を収めるに至った大きな要素にゲイリー・ケルグレンがフランク・ザッパやジミ・ヘンドリックス、ベルベット・アンダーグラウンドなどといった伝説的アーティストと築き上げた太いパイプや仕事ぶりの他にケルグレンが追い求めた単に快適なだけでなくアーティストの想像力をかき立てるようなスタジオ設計が挙げられる。 ケルグレンのスタジオ設計は、従来の録音スタジオの概念に大きな変革をもたらし、現在に見るスタジオの形を作り上げるものであった。レコードプラントがオープンする以前のスタジオといえば、4面の白い壁に固い木製床、椅子は折りたたみ、照明は蛍光灯がお決まりであったが、ケルグレンの設計したスタジオには、優れた音響性能と最先端の設備が整った上、 リビングのような快適性があった。そのため、アーティストをして、ここに住みたいと、幾度も言わしめるほどの空間へとスタジオを変えてしまった。浴室の設置も、これまでのスタジオにはない斬新なアイデアであった。レコードプラントで最初に、レコーディングされたアルバムは、1968年に、リリースされたジミヘンドリックスエクスペリエンスの、エレクトリックレディランドであった。その後、何年もにわたって、 何百枚ものアルバムがこのスタジオで、ファーストカットされた。1970年代には、ハウスエンジニアのシェディ・アックスやロイチカーラが、多くの地元バンドがスタートを切れるようにと、セッションタイムや機材面でのバックアップ、デモテープのエンジニアリングやプロデュースを買って出た。結果的に、レコードプラントで、レコーディングされたアルバムが、ビルボードチャートのトップ100の10%近くを占めるに、至り、 レコードプラントのマーケティングプランが成功した例の一つとして挙げることができる。レコードプラントスタジオはこれまでにロックンロール、レゲエ、カントリーミュージック、パンク、ブルース、フォーク、ソウル、ザビコ、ヒップホップ、ロカビリーなどほぼすべての音楽ジャンルにおいてアーティストを迎え入れてきた。サウサリートのザプラントサウサリートのスタジオは1980年に ローリー・アンネ・ネコチェアに売却されているため、ロサンゼルスのスタジオとは異なる経営の下で運営されている。ボブ・ホダスによって運営されていた。その後、スタジオの名称はザ・プラント・スタジオとなった。彼女の死後、1984年に、スタジオはネコチェア・トラストからスタンデー・ジェイコックスに売却された。1985年、ジェイコックスが クエールードとメタンフェタミンを製造し、それらの薬物の売却益をスタジオの投資資金としていたとの供述調書に基づき、政府機関によってスタジオが差し押さえられた。1985年の J コックスの逮捕後、サウサリートのスタジオは政府によって最小限のスタッフで約1年間にわたって運営されていたが、1986年の競売でボブスカイの手にわたった。 1988年にボブ・スカイはアルネ・フレイジャーを雇い入れ、その数年後にフレイジャーがスカイからスタジオを買い取った。フレイジャーの事業となったサウサリーとのザプラント・スタジオだが、2008年3月に営業を停止している。しかし、ザプラント・スタジオの名称は現在も法律上フレイジャーが保有している。ニューヨークのスタジオは1987年に ジョージ・マーティンに売却されたが、その後すぐに閉鎖となった。ジョン・レノンは射殺された1980年12月8日に、ここで、ウォーキング・オン・シン・アイスのレコーディングをしていた。メインエントランスフロントドアの詳細。楽器を演奏する動物が描かれている。マリンシップ通りに面した、サイドドア。ザ・プラント・スタジオで、レコーディング、ミキシングされた作品のうちに、以下のものがある。 ありがとうございます。